12年前に何があったのか、私の家族がどうなったのか、それを探る旅じゃなかったのよ、これは。なら、この旅は何なの？マリアお姉ちゃんに、あの日のことを謝る旅だったのよ。どうしてかわからないけど、そう思うの。あの日、彼女を傷つけなければ、12年前の事件は起こらなかったんじゃないかって、そう思うの。私は無関係じゃないのよ。わからない。偶然かもしれないし、運命かもしれない。なぜかこの旅で私はそう思うようになったわ。根拠は？ないわ。勝手にそう思ってるだけ。日本人って面白いわね。被害者であっても自分に非があったように感じて勝手に謝り出す。家族を奪ったベアトリーチ様憎しって言うなら理解もできるけど、勝手に非を感じて謝りたくなってくるなんて本当に変わってるわ。もちろんベアトリーチェは憎いわよ。その気持ちがなければこの旅は続かないわ。でも旅にもう一つ目的を見出してもいい。12年前の魔女に復讐する旅に、さらに昔の罪を謝罪する目的を加えたっていいんだわ。六軒島に行ってあの日の暴言を詫び花を手向けることくらいはできる。花よりもっといいものがあるわ。そしてその方がお姉ちゃんにはふさわしいと思う。エンジ様？静かに。さあさあおいでなさい。我こそは魔女見習い、エンジ・ベアトリーチ。破門にされてはしまったけれど、かつて同じ同盟に所属し私と遊んでくれた懐かしき家具よ。我が呼びかけに応じよ。私たちが、わかる？おりょう、おりょう、ママ、エンジ。お久しぶりね、サクタロ。あなたを私の力で呼び出すのは、きっとこれが初めてだわ。そして今や、私にしか呼び出せない。おりょう。かつての私はあなたを否定した。その私があなたを呼び出したということは、あなたの存在を私が認めたということ。いいの？僕はエンジェの世界に呼び出されてもいいの？謝るわ。あの日のこと、マモンにも、そしてみんなにも。
あなたたちは確かに存在するわ。ルシファーも、レビアタンも、サタンも、ベルフェゴールも、マモンも、ベルゼブブも、アスモデウスも、そしてサクタロウも。よろしいのですか？エンジェ様はベアトリーチェ様に挑もうというお方、魔女を否定される立場にあられるお方が我らを認めてもよろしいのですか？私の世界にとって魔法が存在するかどうかは悪いけど保留させてもらうわ。私自身が魔法の存在を認めたわけじゃない。ねえ、聞かせてよ。魔法は信じる人には存在するってことよ。私が信じなくても誰かが信じたなら、その人の世界には魔法が存在するわ。それは私が魔法を信じたって信じなくたって何の干渉も受けない。いいえ、受けてはいけないのよ。その誰かは胸を張って自らの魔法を信じればいいのよ。そして私はそれを認める。だからあなたたちが存在しても全然おかしくはないのよ。なかなかの奇弁ですが、面白い解釈かと。エンジェ様のそれは悪魔の証明そのものでしょう。悪魔の証明？だって悪魔の存在を証明するには悪魔を連れてくればいいけれど、悪魔の存在を否定することだけは不可能だからそして私たちはここにいる。つまりそれはエンジェ様が魔法を信じようと信じまいと、私たちの存在は揺るがないということ。ブリュー、反魔法の毒が消えていく。エンジェから。本当だわ。魔法を否定する立場なのにどうして？それは多分尊重し認めるという心を知ったからだわ。今の私にならマリアお姉ちゃんも、そしてベアトリーチェの魔法の深淵も理解できるかもしれない。惜しいわ。この現代にこれだけ反魔法の毒素が抜けた人間なんて本当に悪い。魔女に抜いた剣の才能なのに。そうね、今のエンジェ様が魔女を目指してくださったのはベアトリーチェ様に及ぶかもしれない、大魔女に成長されたかもしれないわ。それでも我らの存在を認めてくださった我らの主である。おそらくエンジェ様が我らの最後の主となるだろう。最後の方向と思い尽力しようではないか。ブー、なのにエンジェ様自身がまだ魔法を信じてくれないのが納得いかない。エンジェ様、ついでに魔法も認めてくださいよ。せっかくの主なのに魔女じゃないなんてなんだかもったいない。最高の魔女になれる逸材なのに、その目的が魔女を撃つことだなんて惜しいです。まあ、それもエンジェ様の人生で生き方でそうと決めた世界ならば、それは私たちにとやかく口出しできることではないわけですが。私を理解してくれてありがとう。そうね、魔法が私にとって存在するかどうか、それは私が決めることだわ。世界のどこかに魔法が実在したとしてもしなかったとしてもね。私が知らない世界の法則を私に否定する資格なんてない。だから私の世界に魔法が存在しないからといって、私の知らない世界に魔法が存在することまでを否定することはできない。まさに悪魔の証明というわけだわ。いえ、業に入り手は業に従えというべきかしら。だから私は
自分の世界に魔法があるかないかを問わずに、マリアお姉ちゃんが教えてくれた魔法を否定することなんてできやしない。無理よ、だって見たことがなくても魔法は存在するんだもん。ええ、だからすでに言っている通り、魔女同盟マリアージュ・ソルシエルの友人であるあなたたちの存在もまた私にも、そして誰にも否定することなんてできないわけ。ありがとう、エンジェ。そこまでお認めになったなら、魔女もお認めになって。いえ、愚問でした。その問いに対する答えを、すでにエンジェ様は明確にお持ちだ。ごめんね、魔女がこの世界のどこかにいるかもしれないことを、私は認めるけれど、でも、私の世界は揺るがない。魔女も魔法も、認めない。六軒島の真実は、必ず暴いてみせる。でしょ？ええ、それが私の世界よ。仮に、本当に魔女が存在したとしても、私の世界では認めないわ。当の魔女に、どれだけ言い寄られたとしてもね。エンジェ様のお立場は魔女を撃つこと。そして、そのお気持ちにいささかの揺らぎもないこと。よくわかりました。我らはエンジェ様の家具。煉獄の七姉妹。いつでもおそばに、お役に立てる日が来るのを。いつまでもお待ち申し上げております。エンジェ様が魔法を信じてくれない以上、話し相手クランにしかなれないけれど、今は十分よ。私たちに存在できる余地を残してくださった。それだけで私たちはエンジェ様に感謝し、認めるべきだわ。つまり私たちはまたみんなといられるんだね。ウリュー、これでみんなには許してもらえたかしら。十分ですよ。私たちは家具、呼び出してもらえるだけで、おそばにいることを許されるだけで嬉しいのですから。ウリュー、エンジェ、本当にありがとう。そういえば、どうして私にはサクタロウが呼び出せたのかしら。いえ、逆ね、どうしてお姉ちゃんにはサクタロウが呼び出せなかったのかしら。それは、マリアがあの時、僕のぬいぐるみが破れたのを見て、
僕が死んでしまったと。魔法の存在と同じなんです。マリア教の世界で朔太郎が死んでしまったことになったなら、彼女の世界では朔太郎は存在できない。うりゃ。僕はいつもマリアと一緒にいたんだよ。泣いてるマリアのすぐ近くで、泣かないでってずっと言ってたんだよ。でもマリアには僕の姿も声も何も届かなくて。マリアージュ・ソルシエルはあの事件の後急に性格を変えていくの。それまでの同盟は和やかなものだった。でも事件後は憎い誰かをいかにして呪うかという物騒なものばかり。お姉ちゃんの日記はあからさまに様変わりしていくの。マリアお姉ちゃんの世界で蘇らせられるの。その方法が分かれば私はお姉ちゃんを救うことができる。それが私に課せられた贖罪の方法なのよ。どうすれば朔太郎を蘇るの。マリアにとって僕の依り代は特に重要な意味を持ってたから。依り代、つまりライオンのぬいぐるみを蘇らせることができれば。でも僕のぬいぐるみはローザママの手作りだから、ローザママにしか作れない。同じぬいぐるみをもう一つ作ってあったとか、そういうことはないの。彼はマリア教の誕生日プレゼントのために作られた世界でたった一つのぬいぐるみ、手作りでたった一つの依り代なんです。だから大きな魔力を秘めているんです。そして失われたらもう二度と手に入らない、蘇らない。ウリュウ、朔太郎はここにいるわ。依り代なんかなくてもここにいる。私がそれを認めているから